ゆう目め。ゆ目、ゆう目、カウダタは、両性図に属する、目の一つ。一般に冷涼な気候を好み、分布はほぼ旧北タシベリアでは、北極圏にまで広がっていると2帰宅に限られる。プレソドンカに属する、ミッドサラマンダー族のみが、熱帯を越えて、南アメリカ大陸まで分布する。基本的に、 外見は絶滅した、メハル類やソラシー類の基本型と似て、細長い胴と長い尾、粘液に包まれた、皮膚、前後とも同じ長さの短いしし、サイレンカは、前足のみを持つ。木名はいずれも、尾を持つもののい。英名のサラマンダーはギリシャ語の、火のトカゲに由来する。頭蓋は骨によって、完全に覆われてはいない。比較的小さいが十分機能する目を持つ。 多くの種は変態の時に、可動性のまぶたを獲得するが、アホラオトルなどの養鶏成熟的な水生種や、オオサンショウではまぶたを持たないものもいる。鼓膜と宙耳を持たない。空気中の音を聞き取るのは苦手だが、地面の振動は敏感に感知できる。椎骨は、一般的に見られるようにまず軟骨として形成され、それが置換されていくのではなく、石索の周りに直接に形成される。 これはソラシ・ヤコウと共通する特徴である。ほとんどの種で肺は左肺の方が右肺よりも小さい。サイレン化のみ、左右の肺が同じ大きさである。陸生種では肺胞も発達する傾向がある。肺を持たず皮膚呼吸のみに頼る種も複数の系統に存在する。アリオ類は死死動物進化史上肺の消失が頻繁に起こった唯一の目である。 流れの速い川で、体が浮かび上がって流されてしまわないための適応だろうと言われる。臨床の落ち葉の下や秋や石の影等に生息する藩、地中生の種、ほとんど地上に現れない、地中生の種、水辺で暮らす、半水生の種、完全に水生の種、一部には、樹上で生活し、繁殖も樹上で行う種、洞窟内や地下水流で生活する種などがいる。 陸生の種では視覚によって獲物を探し、粘性の舌を伸ばして、昆虫やミミズなどを捉える。肺がない種では、本来は空気を肺に送り込むための舌骨器官が、舌を伸ばすために、特殊化し、体長の半分近い長さまで舌を伸ばすことができる種もいる。水性の種では、舌は発達せず、側線器官と嗅覚で獲物を見つけ、大きく口を開けることで水と一緒に、 水生昆虫や小魚を飲み込む。外敵に襲われた場合、多くの種で警告姿勢、鈴がいる反射を取るのが見られる。腹足の派手な模様を見せることで、自分がまずいことや毒があることをアピールする。赤原イモリなどは、フグと同じテトロドトキシンという毒を持つ。より積極的な防御行動として、皮膚から分泌物を出すものも多い。ファイアサラマンダーでは、 背中の正中部にある分泌腺から相手を狙って高速秒速 300cm 以上でミーデラゴミムシなどのガス噴射速度を上回り生物中裁速で毒液を打ち出すことができる。他にも鋭いアバラ骨を体側から突き出すイベリアトゲーモリア、噛みつき、尻尾で撃つ、尻尾で締める、頭突きなどの防御が知られる。約90%の種が 体内受精を行う。体外受精を行うのは、原始的な参照を上下に属する種と、おそらくは、サイレン上下の種である。体内受精を行う種のメスは、オスから受け取った精子を保持するため、総排泄口に、精子のと言われる器官を持つ。大半の種は、水中で産卵し、幼生も水性だが、陸上で産卵する種もいる。彼らの妖精は、 雨に流されたり自力で跳ねて、水に戻るか、孵化前に変態を済ませて、親と同じ形で、生まれ、直接発生そのまま上で生活する。また、イモリ科の一部は、親の卵管の中で孵化するものもある。卵黄の栄養だけで成長する、卵体制の種も、卵管の中で最初に帰った兄弟が卵管内の、発生中の兄弟の肺を食べて仮成長してから、外部に出る体制の種もいる。 一部の種は、卵や幼体を、親が保護する。陸上で産卵する、プレソドン化では、外敵のみならず乾燥やカビからも卵を守る。幼生は、カエルと違いすべて動物食で、外エラと生態と同じ葉を持つ。獅子は、深地からある種もいるが、後から生えるときは、カエルのそれとは逆に前足から生える。流水性の幼生は、 流されないように石などに捕まるため獅子に爪を持ち、止水性の妖精は体側にバランサーと言われる突起物を持つ。動物食なのでともぐいもよくするが、一部の種では妖精の生息密度が高いとともぐいモルフと言われるともぐいに適した頭部が巨大化した形態になることもある。しかし周りに自分の兄弟姉妹が多いときはその変化は抑制される。 変態を行って生態になるが、一部の種では、養形成熟を行う。アホロートルのように、ホルモン、サイロキシンを与えれば変態する種も、ホライモリのようにどうやっても変態しない種もいる。またサイレンカのように、一生、外エラが残ったりする不完全な変態をする種もある。重化におよそ670種が属する。種数は、アンフィビーウェブによる。 次のような系統樹が得られている。他の両生類と同じく、近年の環境汚染や開発による生息地の分断化、さらにペットトレードのための捕獲によって、その生存は脅かされている。気温上昇に弱い種が多いため、地球温暖化の影響も危惧される。人目に触れにくい生態の種が多いため、それほど人との関わりがあるわけではないが、次のようなものが知られる。 漢方では、オオサンショウウオや、小型山サンショウウオを、競争、排病、肝にかありとする。タンパク質補給による、栄養状態改善が有効だったのだろうと言われる。また小型種は、失神やかみ止めの薬にもなるという。南合津の日の江田村では、箱根山ショウウオ料理が名物として知られる。かつての日本では、オオサンショウウオは普通に食用に供されてきた。 食通の北王子ン山人によると、すっぽんとフグの愛のこのようで非常に美味であるという。中華料理では、中国王山椒魚は、高級食材とされ、養殖もしている。また、小型山椒魚も乾物にして、市場で売られているという。アホロートルは、かつて現地のインディオたちのタンパク源の一つだった。味はうなぎに似ているという。また、 肺病や競争にも薬効があると考えられていた。サラマンダー、特にファイアサラマンダーはかつてのヨーロッパでは火の中で生きる生物だと考えられていた。アホロートルは古代メキシコの変幻自在のカミショロートルの化身と言われていた。かつての日本ではアカハライモリは繁殖期の盛んな求愛行動が見られるためか惚れ薬としての効用があると言われていた。 同様に、アイヌもエゾサンショウオのことを体内生き物とみなしていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。